どうぞ。召し上がれ。この味分かってくれたの、コウキくんが初めてだよ。みんなの口には合わないみたいだから。やっぱり私たちお似合いのカップルなんだね。遠慮せずにどんどん食べて。まだまだいっぱいあるから。大丈夫？コウキくん、さすがに食べ過ぎだよ。コウキくん、お礼を言うのは私の方。本当はそんなに美味しくなかったよね。頑張ってくれたけど、途中で分かっちゃった。やっぱり辛すぎて美味しく感じないんだよね。私も自分の舌変なのかなって思ってる。でもね、コウキくんと一緒のものを好きになれたら幸せだなって思っちゃって。同じものを好きになって、それを二人で楽しめたら、素敵だなって。
私のわがままに付き合ってくれて、ありがとうね。もう無理させないから。でも、コウキ君、私もコウキ君のこと大好きだよ。お兄ちゃん、いつまでトイレ入ってるの？もう。付き合いたての割にハードだね、二人とも。そうそう、少しよろしいでしょうか。ロクオンジさん、よろしいでしょうか。バトンタッチというよりも完全にインターセプトだったけどね。一応、今こういう話が来ているという程度でお聞きいただきたいのですが。はあ。ロクオンジさんは、霧森凛先生をご存知でしょうか？大御所さんじゃありませんか。私、ときめきときし全巻持ってますし。その先生が鹿くん先生に興味を持たれているようでして。そんな高塚さんを暗殺者みたいに。それがそう簡単な話でもなくてですね。桐森先生から正式に鹿くん先生と仕事がしたいと打診が来ました。